みかんの缶詰みたいになってる。あ、だからね、あの次からね、下に来るからみんな広がって大丈夫。そうだね、広がるよ。みんな広がって大丈夫だよ。広がって大丈夫だよ。缶詰みたいにね、ちっちゃくなってる、ね、ちょっと待ってね。あ、今お猿さんがね、指導してくれてますね。はい、おっと、もうちょっと、もうちょっと、あ、ぐっとぐっとって。みんなももうちょっと真ん中にね。はい、あ、だいぶいい感じにバランスが取れてきましたね。かわめくんまるこちゃんもね、こっちだよ。大丈夫かな。はい、くんさん OK ですか。あ、くん OK が入りました。はい、で、くんありがとう。はい、以上、くんでした。いいのくん。ねえ、ちょっとナチュラルすぎて、ね、はい、ではですね、おさるとくんは高山からやってきてくれました。なんとですね、こんなにチャラ男なのに去年のゆるキャラグランプリでは岐阜県内1位を取りました。すごい、すごいよね、みかちゃん。去年ってことは、うん、今年も、あ、今年はなんと、うん、岐阜県内、うん、2位でした。あ、惜しかったね、くん。なんと今年1位を取ったのはみなもちゃんです。あー、すげー、キラキラ。じゃあここはライバルなのかな。一方、的に嫉妬してる感じ。くん、大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫、ね、頑張ろうね。はい、頑張りましょう。はい、ね、あのね、みおなちゃん、くんは大好きなものが3つあるんだけど、わかる？何か。あのね、うん、さっきね、く、うん、がスタンバイ、あの、この待ってる時に、うん、めっちゃ女の子をナンパしてたの。そうだよね、わかりやすいよね。くんは、そう、女の子と、あと2つ、なんだろう。あと、うん、あの、1回見たことあるんだけど、く、うん、タバコ吸うんだよね。そうなの、吸うの、この子。ね、前ね、なんか喫煙室にクーがいるの見たことあるの。そうそう、から普通に歩いてたら、あれ、なんかいるみたいな。そう、クー吸ってるみたいな。そうなんですよ。そしてもう一個好きなものがあります。なんかね、一回、あ、これ見て、マイストローを掃除してるんですよ。で、これで、お酒を飲むんですよ。そうなんです。ね、まさかのご当地キャラで、あるあるまじし、ね、女性とお酒とタバコが好きなキャラ。たまにね、山形のね、居酒屋さんとかでね、ビール飲んだりしてるんだよね。はい、ね、はい、こんなキャラですが、応援してください。 Twitter や Facebook もやってます。おさるのくーでーす。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではでは。